大畑昭弘10月5日は日本の政治家国民民主党茨城県連顧問学位は工学修士衆議院議員茨城県議会議員経済産業大臣国土交通大臣民主党幹事長民主党代表代行民進党副代表などを歴任茨城県東茨城郡上北町出身茨城高等学校 武蔵工業大学工学部機械工学科卒業。1974年、武蔵工業大学大学院工学研究科修士、家庭修了。その後、日立製作所に入社。原子力発電所プラントの設計及び建設業務に従事した。1978年より2年間、労働組合専従役員として活動。1986年に、 茨城県議会議員当選。大義士、上智、豊寺の死去に伴い、日立老祖皇帝候補として1990年の第39回衆議院議員総選挙で当時の日本社会党から初当選。1995年には村山内閣で通算政務次官を務めた。1996年に旧民主党に移籍し、1998年の 民主党決闘にも参加した。1999年7月衆院本会議で国旗及び国家に関する法律に反対票を投じた。民主党の高度情報化社会プロジェクトチーム座長を務める。2000年12月在日本朝鮮人総連合会の招請による民主党の包丁団に選ばれ北朝鮮を訪問。2000年12月6日 民主党のネクスト情報通信大臣に就任。2002年12月17日、民主党のネクスト内閣府大臣に就任。2003年7月6日、民主党の次の内閣の閣議で、新しい国立追悼施設のあり方についての提起を行う。2005年8月4日、小泉政権の郵政民営化法案廃案を目指す国民集会に参加し、 集会の締めとなる温度をとった。2007年9月5日、民主党のネクスト金融担当大臣に就任。2009年、衆議院国家基本政策委員長に就任。2009年9月、鳩山幸男の内閣総理大臣就任に伴い、鳩山グループ会長に就任した。2010年9月、関大一次改造内閣において、経済産業大臣として初入閣。 入閣に伴い、民主党茨城県総支部連合会会長を退任。2010年9月29日、現役閣僚の経済産業大臣として、出席中国建国61周年を祝う、レセプションに出席が判明した。2010年11月16日、中国のレアアース金融処置に世界が揺れる中、中国とレアアースの代替材料やリサイクル技術を、 共同研究したいとの意向を示した。2011年1月に行われた官大二次改造内閣の組閣では TPP 参加に積極的な海江田万里の計算省就任に伴い国土交通大臣へ補化変更となった。それに加えて国務大臣としての担当事項として海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため企画立案及び 行政各部の所管する事務の調整も新たに担当することになった。同年6月2日の官内閣不信任決議に一旦は賛成を表明した鳩山と対立し、鳩山グループ会長を辞任する意向を示した。6月30日、鳩山の会長復帰に伴い顧問に退く。菅総理の退陣に伴う8月の民主党代表選では農林水産大臣の加納道彦を 尊敬する、政治家と評価し、推薦人となるが、カノは1回目の投票で4位に終わる。大畑は代表戦後に鳩山グループを脱退。祖公会の旗上げに参加し、会長代行に就任する。2011年9月、野田内閣発足に伴い国土交通大臣を退任した。10月21日、衆議院憲法審査会会長に就任。 2012年12月、民主党代表代行に就任。また、総公会会長に就任。2013年7月、代表、江枝万里の下で民主党幹事長に就任。2014年4月、日本記者クラブで記者会見し、今夏に民主党代表選挙を実施することもあり得るとの認識を示した。会見後、身体は、 代表が判断すべき事項で、私が特定の時期を指定したり、否定したりすべきではない。一般論として応答したと釈明するコメントを出した。2014年9月、民主党幹事長を退任。2015年11月、フランスレジオンドヌール勲章オフィシエを受賞2015年12月、民主党副代表に就任。2016年2月、 今期限りでの政界引退を表明した。3月、自身の公設秘書で、北地郎ス役員の浅野明を後継指名した。2017年4月、民進党茨城県連会長に就任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退。後継候補の浅野は、茨城国から希望の投稿人で出馬し、 小選挙区で敗れた者の比例区で復活当選を果たした。2018年春の叙勲で朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。